かおったんか。いや、だが置き手紙があった。もう避難しているらしい。ほなら、まあ一安心ちゅうところか。したら、やることは一つやな。ああ、近藤を探そう。ほな、行くで。どないしたん。ほら。えらいことになっとるの。戦組がやってやろ。大使の一人でもおったら何か聞けるんやけど。知らんけど、この落とし前はきっちりつけてもらうぞ。聞く耳なしやな。ま、わしもちょこっと暴れたい気分。くそ。やったな。本気で行くで。来るんかい。こんな暇あったら火消せんかい。逃がすか。くそ、キリがねえな。しゃあない、ここはわしが引き受けたるから。
はじめちゃんは勇を探すんや。ええな。わかった。頼んだぞ。任しとき。さあ、わしが相手したるから、かかってこいや。隊長、この辺の家の金目のもんはあらかた取り尽くしました。おう、じゃあここらも用済みだ。おめえら、この辺の家も全部燃やしちまえ。
待て。なんだ、斎藤か。春田、お前何をやってる。京へ火を放て。近藤局長からの命令だ。各隊長へ伝令があっただろうが。やはり本当なのか。いよいよ新選組が京の町を牛耳る時が来たってわけよ。その野望の果てが火事場泥棒か。どこまで腐ってやがる。どうせ燃えちまうんだ。灰にするよりいただいちまった方が世のためってもんだろ。なんだあんた、身風呂が今さら正義の味方気取りか。文句があんならかかってこいよ。あんたとは一度やり合わなきゃならねえとは思ってた。それにこの火事場だ。隊長を一人消すには都合もいい。どういう意味だ。新参者のあんたにいいとこ持ってかれねえっすってことだよ。お前、剣は使わないのか。はあ、実戦じゃこっちの方が相手に届く。剣なんざバカバカしくて使ってられるかって。どうやら本物の剣を見たことがねえらしいな。そうだったな。確かあんたは李信流を追いかけて新選組に入ってきたんだって。なら一ついいことを教えといてよ。なんだ。自衛官出身で一番強えのは沖田でも長倉でも局長でも俺だよ。なぜそう言い切れる。そりゃあな。勝つためなら何でもする。流派や誇りを捨てることができる人間だからだ。なるほどな。お前には剣がどうしてこの世にあるのか、その意味を体で教えてやる必要があるようだ。それはぜひご教授いただきたいね。行くぞ、斎藤！Yeah!
坂本龍馬の歴史にお前の名は必要ない。坂本龍馬。さらばだ。ちょっと待て、助けてくれ。お気に。食ったな。毎度大きく。